ソブレメンヌイはソ連ロシア連邦の駆逐艦である。艦名は同時代の現代の近代的な最新のといった意味のロシア語の形容詞である。1975年5月7日、956サルイチ設計艦隊水雷艇の一番艦となる工場番号第861号艦がソ連海軍に登録された。この艦は 1976年3月3日に、レニングラートの第190造船工場で寄港、ソブレメンヌイと命名された。1978年11月18日には、浸水。1980年12月25日には、竣工し。1981年1月24日には、赤旗受賞北方艦隊に配備された。1989年12月6日には、 ムールマンスクでオーバーホールが開始された。しかし、その間にソ連が崩壊し、ロシア海軍に所属の移ったソブレメンヌイはその後のロシア連邦の不況の影響を直接に受け、オーバーホールが完了せぬまま予備役に入れられた。最終的に工事は進捗度86%で放棄され、1998年11月には除籍12月30日付で、 上院も解散された。その後、2003年頃からムールマンスクにて解体された。ありがとうございます。